あのアドレナリンがバリバリ出てまして本当にあの楽しいあの時間をすごく過ごさせてもらってますけれども先ほどあの生態の話なんかよく出てましたけれども僕もあのメダカを飼ってましてでメダカに餌やったことないんですよねで水槽の中にメダカとちょっとしたあのもうですね入れておくだけで実は本当にずっとあの生きてるんですよねこれってやっぱりこう生物っていうのはやっぱすごいパワーをやっぱり持っているわけですよね。 でその点今日からあのこのスライドのコントロールでエラーが出たりいっぱいしてましたよねでこういうふうにあの機械っていうのはほとんどこう信用できないですよね <laughs> で生物っていうのはその点ですね非常にこう優れていて例えばこう渋谷のスクランブルを例えば渡りきれるようなこういう、まあ、ロボットにしてもそんなの存在しないわけなんですねところが我々はそれなりにこうついついとこう渡りきることもできるわけなんですねこうスライドをお願いしたいと思いますけれどもで今日ですね こういメダカもすごいんですけれども実はの昆虫っていうのはこう実にすごいパワーを持っているでこういったのをです、ね、ぜひあの日本からやっぱり世界に発信する、まあ、そういうことで,です、ね、日本を今日なんか暗いとかいう話をいっぱい出てましたけれどもぜひです、ね、この日本を明るくするその一つのですねキーになるのが僕は昆虫じゃないのかなと思うんですねで時間がこれなんかすらく早くどんどん進んでいくので僕もなんかオーバーするかもしれませんけれどもで昆虫について少しご紹介しますが でまずですねこの地球上にはもう本当にありとあらゆるものすごくたくさんの生物が生息してますでどれぐらい生息種の,種の数でいうと生息しているかご存知ですかねで実はあの最近あの名古屋でこういう生物多様性の話が出ました COP10 っていうのですねでそれで生物我々特に人ですね人がさまざまな生物と共存することがすごく大切である当たり前だと思いますよね でその中においてこの人がいかにこう主観的な生き物であっていかに他の動物の考えないで自分たちがこう自然を開拓することによっていろんな問題を起こしているかということはもう先ほどからのお話でたくさん出てきたわけなんですね。まあ、こういう中においてですね実はあの数百万種類生物というのは存在します。でその中で我々人なんか韓国だとか欧米人だとかがなんか実は人,あの人間で一緒ですよ当たり前じゃないですかそんな一緒なんですよ。 でその点です、ね、その数百万種もいる例えば生物の中で実に昆虫というのがですねその70%以上が昆虫なんですねこれはもう驚くべきことですだから外部から地球を見た場合宇宙人が地球を見た場合おそらくこれほとんど虫ですよねそういう世界に実は我々は実は生きていることになるわけなんですね で昆虫というのは皆さんなんかゴキブリがいるとスリッパでこう叩くようなレベルを、ね、感じる人も実は多いかもしれないけれども先ほどは里山を取り戻そうということで昆虫っていうのは大事だよって話が出て私すごく嬉しかったんですけれども昆虫っていうのは我々と同じように五感のセンサーを持ってるんですね音を聞く味,味わうことができる見ることもできるもちろんそうですね嗅ぐこともできるわけです。まあ、こういいっったまなです、ね、こういうセンサーを持っていて 例えばこれ触覚って皆さんご存じにこう匂いを感じるんですねこれ数十分子という,もう超高感動センサーなんですねでそれから副眼こういうのがありますけれどもこれで飛びながら僕ら捕まえようとすっと逃げてしまいますよねこういう非常に優れた能力を本当に瞬時にあの発言出てくるわけなんですねあれでこういうのをですね実は昆虫力昆虫が持っているこういう感覚能力 脳もあるんですけど脳の能力あるいは行動機能ですねこういうのを昆虫力なんていう言葉でよく言われますで実は虫にもですねそういういろんな外部の情報を処理をしてそれで行動っていうのは出るわけなんで脳っていうのを持ってるわけなんですねご承知のようにこれはもうもちろんこれ人の脳ですでこれあの昆虫の脳ってこんなのでこれ赤い点のこれ4分の1分割したぐらいの大きさしかないんですねだから 1mm2mm ですでところが面白いのはこれ神経っていうのから脳ができているちないうのは ね、脳っていうのは神経からできているっていうのを皆さんね知っていると思いますけれども実に昆虫の脳っていうのはこれ同じ人を作る脳と人を作るニューロン神経ですねと昆虫を作るニューロンこれ全く同じですでこういうものが数がですねこれ10万個しかないですね昆虫はでところが人はこれ1000億もある午前中もこう数の恐怖の話が出ましたけれどもあっと100万倍あるわけですね こんなものなんです。で、こういう中で昆虫っていうのは非常に優れた能力を出すわけなんですね。で、もう一つじゃあちょっとご紹介しますがで昆虫っていうのは実はですね。こういう二つの大きな進化という流れがあるんですね。で、実はあのよく皆さんも耳にする。カンブリア紀っていう頃に。実は。 クラゲのの類ででで神経系っていうのはできてくるんですで。それが実は一つはここで大きく2つに分かれて一つは人のように巨大な脳に進化した生き物とでもう一つはこれ昆虫みたいに非常にちっぽけな脳になるという,こう2つの大きな進歩をしたんですね。で神様というか環境というかそれはこの2つの脳の仕組みを選んだわけなんですよ。 でそして昆虫っていうのが今言った70%以上の生き物のうち70%ですねだから圧倒的に多い脳みそ地球の蚊の環境を選んだ脳っていうのが昆虫なんですねでこんな状況なんですね昆虫っていうのは実はあまり皆さんねこういうの意識しないかもしれませんがでこういう中でですねちょっとこれなんか動きづらいですがこれちょっと見てもらうとこれゴキブリなんですけれどもゴキブリっていうのは大体2億5千万年ぐらい前に出てきて現代に至るまでこれほとんど姿形変わってないんですよ でその間皆さんもこれ恐竜が中世代にいたっていうのはご存知でねでこういう頃に繁栄しても環境変化でで絶滅してるわけなんですねでそういう意味でこういう非常に小さな生き物でありながらしかも小さな脳なんだけれども結構すごいパワーを持ってるわけなんですね。でこれを僕は作りたいなっていなうのが 非常に大きななマインドなんですね本当は人の脳を作りたいこれはちょっと無理ですでそれに脳をいじるとやっぱ怒られますからね現状はねでそれで昆虫ぐらい昆虫を作ってですねそれでの脳を作ってそれで理解をしてあれちょっとあいいですかもうそれしてですねそれを生かそうという,うそんなことが重要になってくるわけなんですねでさてそれでじゃあ昆虫の脳ってどれぐらいパワーあるんだろうかということで実は 昆虫が操縦するロボットを作っちゃいましたでそれで、えー、っと昆虫これ蚕っていう虫なんですけどもあのあのシルク絹を作る蚕ですねそれをこのボールの上に置きますでそれはこの蚕っていうのはロマンティックでメスが出す匂いフェロモンって言いますけどそれを嗅ぐとですねこう,こういうとこは匂いをこうどんどん探してくるんですねだから歩きますこの上をでこの歩いたことによってボールが回転するので,でこれをですね測って 車をだから実際動かしてみるとですねこうやってこうパイロットのこれ昆虫がこうにうってるんですけどもちゃんとこれ来るわけなんですねこういう能力っていうのはもちろんありますでそこでもうちょっとですねちょっと考えてみて人はもしまっすぐ行こうとすると左にぐる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 回るような車に乗せられたらこれはたまったもんじゃないですよねでも僕らすごい脳を持ってるからそれなりにコントロールしますよね。にそれやらせたらたどうなるのって話です で虫があんまりこんなちっちゃな脳なのであんまり大したことできないんだったらぐるぐる回るだけですよねでもしすごく賢いんであればこいつら車を乗りこなすんじゃないのかって話になるわけですよで実際やってみましたでその時もちろん僕らもそんな車に乗せない時にフロントガラスをね白く塗られたところだとこれはもう制御不能ですよねで同じようにしましたフロントガラスに見えない連中とこう見える連中ですねでそれでやってみましたでいきます でこんなな感じです見えないとぐるぐる回るる回だけですで普通本来はこうななるはずなんですでところが昆虫といえどもこれはもなかなかこれすごいですよこれメスのためにならというかメスの匂いに行くわけですからとにかくこんなふうにならないで一生懸命こうやって補正しながらいくそんな能力をちゃんと持ってるわけなんですねこれにはびっくりしましたでこの時にやっぱり大事なのは何かというと動物いろんな動物がすごい能力を持っていってそういうのは僕らの生活に役立てようなんていう時にも やっぱりそ,のそれぞれの生き物の世界を知らないと保護も何もないわけですよねじゃあ昆虫の世界は一体どうなっているのかこれはもうあらゆる動物にも関係しますがこれ感覚とかこれなんかコントロールがめちゃめちゃなんですけどあとにかくあの感覚とか時間とかサイズを少しご紹介したいと思いますでまずですね感覚ちょっと昆虫だと複眼が有名なのでこの話を少しご紹介しますがこれ飛びながら飛んでいる虫を捕まえているトンボなんですね こんな飛びながら飛んでいる灰を捕まえる人、昔もいましたよね、日本にも箸でこう捕まえる人いましたよね、<laughs> ご存知だと思いますけど、これはかなり死なんです、でこれを彼らはもう簡単にやっちゃうんですね、でよっぽどこれ、伏眼というのは目がいいのかなという印象が持たれると思うんですけれども、これ、目、声ここありますね。ね、視力、例えば僕ら1.0ぐらいありますよね、でそれをじゃあ伏眼でそれを再現したらどうなるのかっていうと、こんなふうになっちゃうんですね。 こんなこれはねこう大変な状況で,で彼もこう目ばっかりという話なんですねやっぱりこれはやっぱりこれやっぱりちょっとバランス悪いわけですよで昆虫っていうのは実は副眼っていうのは非常に目が悪くて視力0.01ないんですよねでそういう中からああいうふうに巧みな能力が出ますさらに驚きべこことはこれ 二つあるんだけども立体詞がちょっとね構造上できないんですねそ遠近感もわからない遠近感がわからなくてでしかも視力0.01ですよそれが飛んでいるハさを見るんですからでこういう能力っていうのがまさにあの先ほどからずっと話したシンプルはすごくいいって話出ましたよねまさにそうだと思うんですでこういうのが生物から本当に我々が学んでまさにそういうことを明らかにしながらそれを世界に打って出るこれはもう素晴らしいことだと僕は思いますでそれでですね ちょっとこの服がもうちょっと進めますがじゃあ色はどうなのかというと僕らは赤い色からこういう青い色まで見えますけども例えばミツバチなんかだとあであいいですかこのね赤い色はちょっと見づらいんだけども実は僕らが見えない紫外線って見えるんですねでこれお肌の敵ですけども紫外線見えますでそうすると何がうれしいのっていうとですね例えばこれアブラなんですけれども実は紫外線が見えるとこんなふうに見えてしまいます。 僕らには黄色いだけなんですけれどもミツバチにとったら真ん中が黒い光を吸収するんですね実はここに蜜があるっていうのを彼らはもうそれだけでわかるんですあるいはこれモンシロチョウでこれどちらも白いんですけれどもフィあの紫外線フィルターで見るとこれ黒くなるこれオスなんですねでこんなふうにシンプルなんですまさにまさにシンプルさで彼らは生きてると言っても過言じゃないと思います じゃあ時間どうなるのというとこれカタツムリなんですけどもボールの上に置くとこの上に歩くんですけども棒をですねこの前に出したわけどこれに乗ってくるんですねで棒をですね1秒間に34回パッパッパって出すと必ず乗ってきますこれ何を言いたいかっていうのはこれで理解してたらすごいんですけども実は34回棒を出すとねカタツムリちゃんいつもそこにある棒があるように見えるんです時間分解のがそんな悪いんです ちょっと信じがたいですね僕らは4五5 0回は見えるんだよねじゃあ昆虫どうなのということでミツバチでご紹介しますがミツバチはこれ1秒間にねこれ250回も羽ばたくんですでそれでこんな巣の近くでこれもうぶつかりもせずちょっとぐらい当たってるかもしれないですけどもこんなの我々にとっては脅威ですよねこんなことをやるのはじゃあということでちょっと四つぶつからないよねという話なんですけどもこれちょっと見てくださいこれ今よっあっいきましたね これ1秒間に1回点滅するこれが連続に見える人はいないですよね、点滅して見えます。で、次です。で、これは1秒間に2回です。見えますよね、点滅して。じゃあ、これはというと、どうでしょうか、これ、点滅するように見える人がいたら、一路を超えますよ、<laughs> 超えます。これ、1秒間に60回ぐらい点滅するんですね。これは見えないんです、我々には。じゃあ、ミツバチどうかというと、ミツバチ1秒間になんと300回の点滅が分かるんですね。 でこんな仕組みをやっぱり使うことでシンプルな上にですねシンプルさっていうのがそういうところでこううまくかみ合うんですねでその結果として非常に優れた能力というのがこう出てくるわけなんですねでそれがもう一つサイズですでサイズもこれ非常に重要でして例えば昆虫ぐらいのサイズになったらということでよくディズニーの話が出てきますよね あれはディズニーでもちゃんとこう走ったりかけたり、ま、かけ回ってますよねあれは嘘です不可能なんですでなんでかというとですね例えば体積は縦×横×高さ面積は縦×横ですねだから一辺の長さを短くしてこうどん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 こう小さくしていくと面積は2分4分の11664というふうにいわゆる2乗で小さくなる。 でところが体積はどうかというとこんなふうにこれ縦る横をかける高さなのでこれ3乗でちっちゃくなりますよね。でそうするとこれ体積に、えー、っと対する面積の比を取ってみるとお,お分かりだと思いますが2倍4倍小さくななるほど面積がどでかくひあのひあの比較的に相対的にものすごくでかくなりますよね。でそうするともう世界変わるんです。そうすると何がどういうふうになるかというとですねまさによちょっと早く動け。 コントロ空気がネバネバなんです空気がネバネバ摩擦力がガンガンかかる世界なんですねだこんな世界で生きてますだから小錠板みたいなちっちゃな生き物っていうのは実は蜂蜜の中で数百か羽ばたいている状況なんですねでこんな状況なんですだから何を言いたいかというとですね僕はやっぱりこう自然保護だとか動物の共存だとかいろいろ言うんだけども昆虫から学んだんですねこういうこと世界が違うんです 同じような物理科学的な世界にいながらもまさに違う世界にみんな生きてるんですね感覚時間でそれが大きさの世界こんなは違うんですねでこういうふうに違う世界に生きているものを我々はそれをですねすごく主観的にですねこの犬食べ物おいしいからね犬にあげるとって犬味覚違うんですきれいな服着てた、ね、ら喜びますね犬は敷物なんです そういういことなんですよねだからこれはやっぱりいろんな生き物がどういうふうな機能を持ってるかしっかり知らないと役に立つ生命生物共存なんていうのは考えられない世界になってくることをまずちょっとご紹介してもうほんと時間なくなってきましたので、えー、っとざっと急いでロボットの話までしていきますがその対象に脳をじゃあどうやって作るんかって話ねでそれで対象にこんなのしました。匂いいを探すというのははこれは 大問題です。高学の分野でも、これは究極的に難しい問題だ。超難問なんですね。で、匂いっていうのは、これ、非常に複雑に分布します。で、それで、匂い、風が吹くと、これ、分布がものすごく変わりますよね。そういう中で、昆虫って、これ、何キロも離れたのを探すんですよね。これ、ファーブル昆虫機にも書かれています。で、これ、なんでなのということで、さあ、脳の話、ちょっとだけします。で、これ、虫さん、蚕を使っています。なんで蚕かというと、日本にオリジナリティがあるからです。 他の虫だとヨーロッパ、欧米が強いんですねで僕はやっぱそういうのはちょっと嫌なんで解を使ってます。蚕を使って見てみるとですね解を匂いをちょっと飛ば,し飛ばしていきますが脳みそです。これ脳みそです。でこれ脳みそでこういうのを神経、ニューロンといいますで。こういうのが大体これ1万個から10万個ぐらい入っています。 でそれでこの部分ありますよね、これをこの顕微鏡をこ,れこうやって拡大してみると、この丸いのがこうポツポツポツ見えると思うんですけども、こんなに見えるんですね、だ見えるから、一個一個これ、染め出すことで、針を刺してですね、ちょっと見ていただく、針を刺して、一個一個調べられるんですよ。で、それで、この一個一個調べると、どうなるかというと、これ、三次元的なこんな構造が見えてくるんですね。で、そうすると、2つ染めれば、これ、回路がわかるよって話なわけですよ。で、こんな風にして、脳っていうのは今、作っていくことができます。 でこれを次世代のスーパーーーパコンピューター上にも作ってるんですねでそうすると例えばこういうのがあってで一つ神経があった次の神経こんなのがあったじゃあこれをということでジグストーパズル的にこれどん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 こうやって入れていくんですねでそれで神経の回路を作りますこうやってでそれでここまで来るとです、ね、実はロボットを動かせるんですで匂いを探すロボットを作りましたちょっと動かないかあ動きましたねあ止まりましたね <laughs> 動動かかせますかあ動きますきしたねこれ実は世界で初めて匂いを探索するロボットじゃ成功したんですねただこれは昆虫の触覚が匂いのセンサーなんですけどもこれ本物を使ってるんですね今のところセンサーないんですそういうのも実は昆虫から学んで今作ろうとしてるんですけれども、まあ、こういうことですところがね一番大きな問題はこういうことですこうやって配線図が分かりましたこれ配線図は分かったんだけどこれ配線図の中身変わらないんですね どういうことかというと僕らはいろいろ学習したりいろんな経験をすることで脳が変わるんですよねでそれが入っていないそのためにはどうすればいいかということで今世界中の人は悩んでいますそこで僕らの解決策はサイボーグなんですじゃあ脳みそで,で本物の脳みそでロボというものすれいいいかって話なのねで、それできるのかということでそうすると比較しながらどん,どん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 賢いのが脳ができてくるわけなんですねそういうやり方を考えています で実際にこれ実は成功したんですねでこれ脳からの信号ですでそれによってこのロボットはこうやって動くんですね匂いを探して、まあ、こういうことが今どんどんできるようにももう一つだけご紹介しますこうやって脳がどんどんできてくると設計図ができますよねそうそう設計図を書き換えたい例えば脳に損傷ができた時にそれを書き換えて戻してあげたいということがあるわけですねでそういういのを や,やれる技術が今できています、これを遺伝子工学といいますで、例えばこんなふうにできます、これは匂いのセンサーですけれども、そのセンサーをあって、匂いに反応するとメスを探す、これを匂いに反応するのは、鼻,鼻の細胞に匂いに反応しますけれども、これが光に反応するように変えることができます。ちょっとご,ご覧いただきたいと思いますが、でこちらはですね、今、ちょっと光が出ましたけど、動きせんこれは正常ですで、こちらで注目は、よろしいでしょうか、ちょっと待ってくださいね。 よちょっとどこまで来てるのか見えないここだけあ今上がやりましたねじゃあ次ですねいいですかこれで普通に動き出しますでこういうふうに脳の神経をどん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 改変することも今できるそういう時代に今なってきていますでこういうふうに最後ちょっとごめんなさいオーバーちょっとしましたけども実は昆虫科学っていう、まあ、こういう世界っていうのが今ものすごい勢いで進んできています まさに脳を作れるかもしれないというぐらいのところさらには書き換えられるかもしれないということが出てきてですねまさに脳科学や医療だとかあるいはこれ渋谷のスクランブルを通り抜けるロボットだとかそういうのにも昆虫が使われるあるいは教育分野でもすごいレベルに今なってきているということなんですね、まあ、こういうふうにですね昆虫の世界というのは非常に優れた能力を持っているのでそれを使いたいさらにぜひここでもう一つ皆さんにぜひ知ってもらいたいのは世界は 同じように思うんだけどもそれぞれの生物によって違うんだということですねでさらにこれは人によっても違います人もそれぞれ違うんです目,目が見えにくい人もいれば聞こえにくい人もいますでそれも一つの特徴なんですねいいですかでそういうふうなバラエティに富んでいるだからその中においてですね生物っていうのはその多様性を維持しているわけなんですねということであの昆虫のです、ね、力ということをまあご紹介させていただきましたちょっとオーバーしましたけどどうもありがとうございましたありがとうございました